レモータウン FM のクリスティです。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ジョフンさん、ジョフンです。今年1年どうですか？まあ今始めたから、まあ、これから、まあ、いろいろな仕事とか活動の準備を 今しています。でですね、ファンの皆さんがやっぱりこう、はい、レインボータイフェムを通してジョフンさんを待てるメッセージを欲しいということで、うん、ぜひいただきたいんですけれども、うん、何のメッセージ？やっぱちょっとなんか熱いメッセージを、熱いファンの皆さんに。熱い、あ、じゃなくて愛してる、愛してるサラワンダ多分これで、ね、10年ぐらい待てると思います。サラマンダゴを、ずっとラジオで言い続けてるんで今日もいますけど、なんで歌ってくれないですか？君を守りたい、はい、いい加減ちょっと前振り本当に今回は歌いましょうと決めて、まあ、準備してリハーサルしましたけど、MR のバージョンがちょっと違うものなので、なんか1分30秒ぐらい短くて、なんか歌ったらちょっとなんか 変だから、まあ、変わったけど僕も残念でした。本当にいや、なんかステージで S だっておっしゃってたんですけど、 S にも程があるなと思いまして。んこの曲、うん、歌わないから、うん、わざと、いつ歌うの君はソファーで眠ってる。あ、これがいいんで、バージョン1、2はちょっと短いバージョンで、君はソファーだ。あれ？マジで？バージョン3、君だあのね、ジョブさんね、サビってもらっていいですか？サビ？え、サビ歌ってもらっていいですか？うん、愛してるなんて、うん、まで、え、マジで、うん、私、どうしようが好きなんですよ。どうしよう、やいだいもうダメだ、この人 S だまあ、ライブで。そうですね、はい、あ、ライブされるんですもんね。うん、今年はまあ、アルバムとかシングルの準備今していますから、コンサートとか、まあ、絶対やりますね。もう歌を皆さん待ってらっしゃるみたいなので、最後にですね、こうメッセージを歌にします。歌で、Too far away。 あ、いこれじゃないですね。歌じゃなくて、本当に去年は、まあ、ファンミーティングをしましたけど、去年よりなんかもっと、いい内容のアルバムとかシングルで、そして公演で、皆さんに会います。だから期待してください。どうもありがとうございました。またぜひラジオの方にも遊びに来てください。はい、ジョフンさんでした。はい、ありがとうございます。